Ja, beiße Justi! Bald war ein Weiter! なんなんだ? なんつってんだ? いや、どうしてでや。ごめんな。 メルディ懐くって、じゃなくて懐かしくってつい。 私がガレノスじゃ。大体の話は伺っておるよ。 インフェリアの大奨励を集めてくれたそうで、 ありがとうございますな。 なんだよ。はい。いいててて、なんだよ。あんたがリッドじゃな。うん、確かに。な、アンディクスノディア、ビバリーホール、ジンスミティアン。わかるように説明してくれ。僕たちは真実が知りたい。 メルディ、なんかこの部屋懐かしくてな。以前もこの部屋に来たことあるの？ そんなことないか。<笑>バカみたいよ。<笑>それじゃあリッドには悪いけどもう寝よっか。
ねえメルディ、一つ聞いてもいい？ん？メルディのご両親は、お父さんやお母さんはどこにいるの？メルディはお父さんもお母さんもいない。そうだったの。はいな。私のお父さんとお母さんもずっと昔に死んだんだ。でも今も覚えてる。お母さんから匂う石鹸の香りとか、お父さんにキスした時のヒゲの痛さとか、私の心の中にずっと残ってる。メルディはどんな思い出がある？思い出？思い出か。ない。両親との思い出覚えてないの？ないことあるけど悲しいよ。そっか、思い出すと辛くなるもんね。ごめん。大丈夫だよ、メルディ平気。ガレノスいるし、リトやキールやファラいるもん。ありがとう。メルディは強いね。エディンミティアワールド。おとやえや。しかしなんだな、何の面白みもない場所だな。当たり前だけど。面白みなんて必要ない。今僕たちに必要なのは肉体的休息だ。退屈な時はビスやる？ビス？何それ？みんながやる遊び、アレンから持ってきたよ。遊びなんてくだらないね。時間と体力の浪費的行為だ。そんな暇があるんだったら哲学的思想を巡らせていた方がまだ生産的。どうやって遊ぶの？簡単簡単、遊びながら説明するよ。
れでおしまい。どうだった？疲れた。なんでこんな疲れることやんなきゃならないんだ。自分一人で怒鳴ったり悲鳴あげたりしてるからだろう。面白かったよ。またやろうね。はいな。やった！
方向、どこだ？ねえ、あそこに家があるよ。ってことは、食い物があんだな。腹減ったぜ。他は辺り一面海だけか。海を越える方法はないんだろうか。あの家に行ってみよう。海が越える方法は教えてくれるかもしれないよ。港町ペールティの生き方教えてもらおうな。はい、決定。じゃあとりあえず行ってみようぜ。食い物食い物。